まだちょっと10個20個ぐらい上の人らの世代になってくるので、えってなったんですよ。なんでこんな体に沿ってんのと。もうそっから全く来ておりません。あ、これあかんわっていうのがあって、それがね、はい、本日はですね、30代以上が夏にダサくなるアイテムをねご紹介してきたなと思います。お前誰が言ってんねんって、こんな変な格好するやつが言ってんねんって話だけど、いやこれね、僕自身がやってて、これダサいなと思ったことを共有していきたいなと思います。だから誰かがやっててダサいよってこう偉そうにね、さもファッション YouTuber のかのごとく僕言うつもりないです。っていうのも僕ファッション YouTuber じゃないんですよ。こう見えて僕ゴリゴリのビジネス系 YouTuber になってますので、多分セカンドチャンネル見てくれてる人は確かにタクゾはファッション系 YouTuber じゃないと思ってくれてるかもしれんけど、同じ消費者として僕これやってダサかったです、他にダサいと思うことありましたら教えてくださいっていうことで、ただ先に言っときます。今日出すのっていうのはタンクトップ、僕が今こうやって着てるようなタンクトップ系で、これはいけるけどこれはダメっていうのがあるんですよ。でそれ以外にやったらサングラスも夏皆さんかけるけども、これかけてめっちゃダサかったなっていうのと、逆に良かったなっていうのとか、であと T シャツもこれはいいけどこれはあかんよねって結構気づかずにやってませんかっていうところに行きたいなと思います。だからよくありきたりな七分丈のズボンとか、折り返したらチェックがあるとか、あとドクロの T シャツとか、そういうなんか誰もが分かってることはちょっと一回置いておきます。そういう見る価値のないって言い方悪いけども、ありふれた話ではなくて、早速そういう3つね、サングラス、タンクトップ、 T シャツっていうところで行きたいなと思います。もう早速タンクトップからいきましょうか。これ着てるからタンクトップで行こうとかなと思うんですけども、まあこれ今着てるのっていうのが、僕よくノースリーブ着るんですよ。以前この夏着たいコーデっていうこっちの動画でも紹介したんですけど、このね映像を見てもらったら分かる通り、タンクトップっていうかノースリーブ着る機会僕めちゃくちゃ多いんですね。だからこのパタゴニアのやつだけじゃなくて、普通のタンクトップのバージョンとか着てるんですけど、それのねやつと、あとダメなタンクトップっていうのがあるんですよ。でそんな分からへんじゃないですか。僕もタンクトップ今年着出してから結構着てるんやけど、あこれあかんわっていうのがあって、それがねズバリこれなんですよ。あのブランド名とか特に言わないんで、ブランド名は言いませんけども、これはあかんよねっていうことになってます。あの色が悪いとかじゃなくて形、ちょっとね見てもらいたいなと思うんですけど、見た瞬間わかります、あかんわってなるので着替えていきますね。はい、いかがでしょうか。サイズはね、実はね僕これ L で買ってるから、別にわざとちっちゃいやつを買ってるわけではないんですよ。でこのタンクトップのディティールってわかります、形、この体に沿うやつ、これってね一昔前、いや20年とか30年ぐらい前はあったけども、こっから上ってね、さっき着てたのとあんま変わらないと思うんですよ。バストより上の部分ってそんなに別にあんまり変わらへんけども、こっから下のやつがタイトになればなるほどめちゃくちゃダサいなっていう、こうおじさん臭いなっていうところがあって、僕このブランド初めて買ったブランドなんで知らんかったんですけど、あこれも多分二度と着ることないなと思って、ちょうどどうせやったら買ったらあかんやつ、タンクトップ買う時の基準なんか分からへんじゃないですか。でタンクトップ系 YouTuber って調べてもいてないんですよ。だから僕がタンクトップ系 YouTuber になろうと思って、こういうのちょっと体に沿うやつはやめた方がいいですよと。特に今っぽくないので、さっきパタゴニアのやつ着てたみたいにこういうちょっとゆとりがあったり、あとさっきの紹介した動画の中でも着ててこんな感じで着てますけども、少しこの辺に余裕があるようなタンクトップにすると結構意外と誰でも着れるんですよ。なんてかって、出てんの腕だけやから、ちょっと腕だけ筋トレしといたらちょっとそれ相応に見えるんやけど、ここが沿ってくるとなんせダサいんですよ。でダサいし体型拾うから、お腹出てる人とかは多分ぼっこりお腹出ちゃうので、タンクトップもし買おうと思ってはる方気をつけていただきたいなと思います。特に僕嫌いなのが、あの背中のとこがキュイーンってなってるやつあるじゃないですか。あれはもう肌着やから、下着として着るのはいいけどもダメですよねっていうことになってます。で2つ目っていうのが何なのかっていうと、サングラスね。別にブランドが悪いとかじゃなくて、やっぱ形、もうこのタンクトップ着てこのサングラスしたらね、もういつの時代から来たんっていうような感じになるんですけど、それがこれティアドロップね。これはあかん。ティアドロップはもちろん似合う人は似合うんですけど、今のトレンドではないじゃないですか。で海外ではこれ普通なんですよ。ハワイとかロサンゼルス今年行ったんですけど、全然つけてはる方もいらっしゃるんですけど、やっぱり日本ではここのティアドロップをつけてるっていうのってだいぶ前なんですよね。もうそれこそトップガン世代になってくるから、僕よりまたちょっと10個20個ぐらい上の人らの世代になってくるので、もうどう見ても自らおじさんになりに行ってるスタイル。このタンクトップ、細タンクトップにデカサングラス、カマキリサングラスにしたらもう完全におじさんロードマッシュぐらいなんですよ。でちょっとこれどうかなっていうことで、まあそれやったら、まあ今まだ流行りでもないけども、こういうねちょっとまあ丸いやつとかした方がまだマシだけど、もうタンクトップがもうあかんからどうもあかんけど、まあこれに関してはね、よく高速とかで売ってる商品名のところにファッション用グラスって書いてるやつね、これはもう目をつければつけるだけ目が視力が悪くなりますから、極力そういう1000円とか2000円のやつはね、買わないようにしてもらって、もう目は失ったら帰ってきませんので気をつけていただきたいなと思います。まあだからといってマイキータでしたっけ、これとかやったら8万とか、まあ、10万近くするんですけど、まあ、こういうのをかけるからいいっていうことでもないんですけど、まあ、自分に似合うサングラスっていうのをねつけるのがいいんかなと思います。まあ、特に日本人の人ってこう横にこうでかい人が多いから、あの海外の人って逆に細いんですけど、日本人はちょっと横にでかいので、まあ、あんまりちっちゃいのやると紅の豚みたいになるし、でっかいのやるとトップガンみたいになってくるから、まあちょっと注意ですよねっていうことになってきますよね。これはもうつけてて思います。自分でつけててこれダッサいなって、こういけてないなって、あの他の人がつけてていけないなとは思わんけども、自分がつけてこの格好やばいでしょ。これタンクトップでこんだけ体のライン拾うようなタンクトップ、今の時代誰も着て
ませんから。ちょっとね、さすがにこれは着ないでおこうということなんですけど、次のあかんやつ、うわ、これもやばいなっていうのが T シャツなんですよ。で、T シャツちょっと見ていきたいなと思うんですけど、T シャツがね、こちらの T シャツですね。結構男性あるあるなのが、これ気に入って買った T シャツやから、もう長いこと着たいねんっていうのはいいんやけど、いやいやいや、奥さんから言われるんですよ。あんたその T シャツ芝だらけやないのとかね。いやいや、あんたその T シャツ首よれてるやないのって言われるけど、男の人なんか鈍感な人多いから、そうなんて言ったりするけど、女の人はそういうの目線が高いからね、こうよう見たら確かにシワだらけですよねとか、こう首折れてますよね、こういうのはねやめていこうじゃないかと、ちょっと着ていきますね。まあこんな感じなんですけど、やっぱりね、首が伸びてくるとね、一気に貧相に見えてくるんですよね。で、あ、こんなことにも気が利かへん人なんやって思われるじゃないですか。なんかシャキッとしてる感じないでしょ。なんかこうビヨビヨしてるし、なんて言ったんやろな、この物資が足りてない状態とかやったら仕方ないと思うんですけど、まあ普通に日常生活してる中でここまで汚れてたらもう着る必要ないよねって感じだけど、いや、この T シャツはもう全もう10年ぐらい前に、いや、海外で買ったあのお気に入りの T シャツやからっていうのは分かるんやけども、こんだけビヨビヨやったらさすがに一人で出かけるときはいいけども、誰かと出かけるときはちょっとやめていきましょうということになっておりまして、いやいや、拓造分かってると、こんな伸びてるの俺着いひんからって言うんやけども、よくよく見たらちょっとこの辺がビロンってこんな感じになってるとかね、もうこの中でこうよれてるじゃないですか。もうこのよれてるのはちょっとやめときましょうよと。で、特に僕の視聴者さんの同世代から上の人ね、まあ同世代で下の人やったらまあ多少よりでもまあまあまあ学生やから金ないんかなと思ったりするけども、大人になってからやったら、いや、あんたそんなことも分かってないのって、そんなところまで目にいってないのって思われるからあれやし、次のシワの T シャツね、シワ T シャツがこんな感じですね。まあ一見見た時にあれそんな悪くないかなと思うんだけど、よくよく見たらこう、例えば彼女とかデートしたりしたら、あれなんかシワだらけやなっていうのがあって、僕10年とか15年ぐらい前ですかね、当時の彼女とね出かけるってなった時に、タックンそれめっちゃシワ寄ってるけどええー、のって言われたんですよ。でええー、のって言われたけど、僕からしたら、いや、これ雑誌のサファリに載ってたヘインズっていう T シャツやでと、まあパックティアけどもこれ雑誌のサファリに載っててんで、トントン氏の彼女ね目こうなってました。何言ってんのと、それやからって私は納得せえへんよっていう顔はしてたけども、ご利用し、いや、サファリに載ってたやでと、これサファリに載ってたからもう間違いないでという話はした記憶があるんですけども、それぐらいまあシワとかってまあ気をつけた方がいいんじゃないかなと。でまあ多少のシワとかやったらまあそれが風合い、まあ、こういうちょっとふわーってなってるぐらいだったらいいんですけど、こことかやったらもう完全にこの辺シワだらけになってるじゃないですか。これはちょっとさすがに出かける前にさっとアイロンしましょうとか。で、あと同じコットン 100% でもシワになりにくいコットンもあるんですよ。そういうのを極力使っていった方がいいかなとか、それこそちょっと品種がいいやつとかね。で、逆に品種の悪いやつもコットンとしてはシワなりづらいんですよ。例えば US コットンでちょっと品種としてはそんな高いもんじゃないんやけども、チャンピオンの T11 とかってあんまシワなりづらいんですよ。あれももともと糸自体がちょっと単繊維っていう ちっちゃい糸をやってるから、そもそもシワがつきづらいっていうところの特徴があったりするので、まあ、その話したらあんま長くなるからちょっとやめとけますけども、まあ、そういったことで、まあ、T シャツは特に首元とシワで、シワに関しては自分で対策できるので、ちょっとアイロンやるとか、干すときにパンパンパンってこれ10回やるだけでめちゃくちゃ綺麗になったりするので、まあ、そういうね工夫をしてもらえばいいんじゃないかなということで、まあ、僕がね、これが最近ちょっと思ってこのダサくなる夏のアイテムって言ったらこの3つかなと。いくらいい、例えば時計してます、いくらいいサングラスしてます、いくらいい車乗っててもシワシワの T シャツ着たりしたら残念やなってなってくるし、あとタンクトップとかもなんかマッチョ見せんねんとかいいんやけど、ここピョーってなってるやつ、ここの身頃のとこピョーってなってるやつ、あれはちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。試着せんと買ったんですよ、ネットでね。ジムの帰り、着て帰ろうと思ってジムで風呂入って、でパッて来た瞬間にえってなったんです。なんでこんな体に沿ってんのと。もうそっから全く着ておりません。まあ、そんなね、目に合わないためにね、まあ、もう夏本番になっちゃってるんですけども、まあ、気をつけていただいて、これ俺サファリ乗ってたからええでとか、いや、これはもうかっこええからええでじゃなくて、まあ、自分に似合ってないとか、そもそももう時代としてもう大運前のトップガンの時代でって言われたら、それは褒め言葉じゃないんですよ。僕らからしたら、トム・クルーズと一緒なんですかとか言って喜んだりするけど、もうトップガンの時代ですよっていうことはディスられてるんですよ、完全にね。僕もね、この間ね、年齢の調べやすい見た時にね、2050年って俺何歳なのかなと思って見たんですよ。2050年って僕還暦迎えてるんですよ。いや、もう今言うてるも還暦かと思ったんで、もうほんまね、人生はあっちゅう間です。ずっとトップガイなんて、こう俺褒められてるわって勘違いして痛いおっさんにならずに生きおじになっていきましょうと。このチャンネルはもうテーマ変わりましたよね、生きおじチャンネルに変わってますので、頑張っていきたいなということで、本日ですね、ダサくなる夏アイテム3選というところをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。